2008年のツアービバラビーダツアーにて、美しき生命をパフォーマンスするクリス・マーティン。美しき生命は、イギリスのオルタナティブロックバンドコールドプレイの楽曲。この楽曲はバンドが2008年に発表した4作目のスタジオアルバム、美しき生命のために、メンバー全員によって制作された。楽曲では、ストリングスや打楽器に乗せて、手術や、 宗教的な内容を含んだ内容の歌詞が歌われている。アルバムからのセカンドシングルとしてリリースされた。この楽曲は、批評的また商業的に成功を収めている。美しき生命は、UK シングルチャートと、アメリカ合衆国の総合シングルチャートビルボードホット100にて第1位を獲得した。ビルボードホット100での第1位はバンドにとって、初の出来事となった。また、 2009年2月8日に行われる第51回グラミー賞にて、この楽曲が最優秀レコード賞、最優秀楽曲賞、最優秀ボーカルイリポップパフォーマンス賞の3部門にノミネートされ、最優秀レコード賞を除く2部門を受賞した。2008年には、ギタリストのジョー・サトリアーニがこの楽曲を、自身の楽曲、イフ・アイク・ド・フライの盗作であるとして、 コールドプレイに対し訴訟を起こしている。この件についてバンドは盗作を否定した上でコメントを発表している。ありがとうございます。